皆さんこんばんは。 HT ラジオのお時間です。 MC のシュウです。マサです。よろしくお願いします。今回の動画はですね、はい、グレイ、ビートアウトについて一部抜粋してお話しさせていただきます。はい、まあ、96年発売になりますね。そうですね、まあ、まず1曲目が、はい、モアザンラブ、ね、モアザンラブ、はい、はい、まあ、これもね、はい、まあ、作詞作曲拓郎ということでね。そうですね、まあ、この曲は確か PV もありましたね。なんか白バックだったかな。そうですね、なんか白バックで、久しぶりの3人が、はい、黒いスーツみたいなね。ああ、なんかね、ちょっとホストっぽいんだよな、言い方。そうそうそう。言い方あれですけど。でね、久しだけなんかね、あの派手なシャツを着てるっていう、ね。ああ。それだけ違うっていう。はい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 。まあ、この曲はね、まあ、あのサビから入りますよね。はい、そうですね、うん。なんて罪なオロリの、はい、はい、B メロ、はい。ここ私結構好きなんですよ、ね。あ、まあ、いいっすよね、ここの B メロも。はい。そのサビ前に入るにしてはまあ。そうそうそう、うん、あのジローのベースが結構高くなるんですよね、はい、ああ、うん、じゃあハイポジか、うん、じゃないかなと思うんですけど、うん、そこがいいなっていう思いますね、はい、うん、あとはまあ印象、個人的に印象にあるのは、こうギターソロに入る前とかね、テルが「イエスイエス」っていう、はい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 、そこ、 そこか、そう、はいはい、そこがポイントかなと、うん、私は思いますけどもね。あ、うん、イエスイエスをまず言ってることでなんか、まあ、なんかライブでこうみんなで一体になれるようなのを想定してるのかなとは思いますね。完全に乗れますよね。乗れますよね。イエスイエス、みんな跳ねられ、飛び跳ねられるっていう。そう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 。まあそういうなんか印象ですよね。そうですね。シュウさんなんか。俺はもう当然のことが、あの最初のやっぱイントロですよね。リフ。あっじゃ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 が、まあやっぱりもうめちゃくちゃこう印象的だし、最初にドラムから入るじゃないですかこれ。あ、はい、テルル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 、もうそこからハッピーですもん。そうそうそう、うん、あ、モアザンだなっていう、なんかつかんでくる感じ、ね、そう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 、なんかね、その最初のイントロでもう、あ、いい曲だなって、なんかネタバレするぐらい、あ、ネタバレしてるね、うん、ぐらいで、だってこれアルバムの曲じゃないですか、ええ、シングルでもいいよねっていうぐらい、いや、これね、うん、クオリティですからね。そう、あのこれビートアウト聞かなかったら、あ、シングルなんじゃないかって思っちゃうぐらい、ね、思っちゃうぐらいのこのクオリティですよね。そう、やっぱギターがやっぱこう音がね、ちょっと聞いてる印象的にいつものグレイよりかは、うん、まあ、ちょっとドンシャリっていうか、なんかハイ、ドンシャリ、ちょっとね、高めかな、音がなんかキレがあるっていうか、あ、そう、相手そうしてんのかなって思うんだけど、要はリフ、あ、リフにキレを出すためにこう音高めでやってんのかなっていう、まあ、個人的な印象ですかね。なるほどね、うん、やっぱサビがですね、これまあそのツインギターで、はいはい、あのサビで、サビの後半のところで、あのハモリが入るんですよ、はい、一瞬、一瞬、一瞬ですか、一瞬の話も抜けドゥ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 とこうねハモリがやっぱね、サビがね、まあいい味出してますねあ、やっぱツインギターをこう生かしてるっていう印象があるかな、うん、グレイのハモリって何気にいいよね。いいっすね、うん、この頃ってこうやっぱハモリギターがやっぱ多かったんですよね。そうこの頃の90年代のビジュアル系ロックは、はいはいはい、X しかり、そうだからね、やっぱ最近のそのバンドにハモリがないっすね。あ、ないっすか最近は、ね、あんまない、うん、いや、ほとんど聞かないかな、ギターソロないっすね。ギターソロがそもそもないからないね、そう、うん、だからまあおじさんちょっと寂しいかなって思います。いやおじさんも寂しいですよ。寂しいですよね、本当寂しいですよ、うん、やっぱハモリギター欲しいですよね、うん、なんかねこう、うん、もう慣れちゃってるからね、ギターソロに、ね、そうですね、うん、やっぱそのバンドブームでやっぱ育ってるから、そうですね、そうやっぱねハモリギター恋しいですよねギターのね、うん、見せどころみたいな、ね、まあ、そうですよね、イメージになっちゃったんでね、花形だしねっていうのも。そうで、このギターソロですよね、だからその、はいはい、最初にまあ久志が、うん、ワウを使ったギターをこう弾いて、はいはいはい、で後半に拓郎が来ると来るって感じで、ああ、まあ、その後半の拓郎とかトゥールって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 のハモリが俺は好きです。わかるわかるわかる、うん、ああ、そうそうそう、わかるな、そうすげえもうそこもやっぱり聞きどころですよねそうだね、うん、やっぱこの頃の音が結構好きなんだよね。そうですね、うんうん、そう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 、やっぱ若さっていうのはあるけど結構尖ってるかな。そうね、うん、ああ、まあ、ラストの方になっちゃうんですけど、はい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 、ラストのサビの、うん、はい、ワザンラブって言うじゃないですか、うん、はい、そっから、ええ、ドラムのテンポっていうんですか、うん、リズムが、
タン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 、わかるわかる、はいはい、あれが変わりますよね。そう、変わるところが結構好きなんですね。そうですね、さらになんかこう激しくなります。そうそうそう、なんかこう追い打ちがかかるっていうか、そうタンタンってこうね、そう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 、そのリズムが変わる、変わるんです。そうそうそう、確かにそこがこう最後にあるっていうのね、うん、いいっすね、結構いいかな、よりこうなんか曲自体をこう盛り上げて、そうそう盛り上がるんでね。まあ、あとはテル、テルが、はい、テルの歌い方の話、素足でも踊り出せる、うん、そこの歌詞ですか、はい、そこ一番だと素足でも踊り出せるってとこ下がって終わるじゃないですか。あ、そうですね、はい、ラストのサビで、はいはい、ここ上がるんですよね。あ、素足でも踊り出せるのね、はい、そうそうそう、はいはい、これやっぱ、うん、こうテルの見せ所だなって、ね、ハイトーンが生かされてる、はい、得意のハイトーン、はいはい、得意のハイトーンボイスで、ね、そうです、うん、いいっすよね、これ強調されてるので、ね、畳みかける感じですね。そうですね、うん、素晴らしいですよ、ね、素晴らしい、まあ、そんな最高のね一発目にふさわしいモアザンラブの次がですね、はい、2曲目イエスサマーデイズですね、はい、来ましたね、これ、これ私大好きですよ、大好きですよね、これ6枚目シングルですね、これ6枚目ですね、これね、まあ、これも PV やったりしますけど、ありますね、はい、公式 で、ね、そう、これはあれですよ、うん、もう当時頻繁に CM してた、はいはいはい、カメリアダイヤモンド出た受話欲中の負けでしたね受話受話欲中の負け、銀座そう、あれね、正直どっちがどっちかよくわかんないですけど、あれね、多分一緒じゃねえかな、あ、一緒会社一緒じゃねえかな、会社一緒これ、うん、そうそう、カメリアダイヤモンドですね、ま、あの松田ジュリアとか使ってるもう出たよ、もう誰がわかるんだっちゅうね、これわかったらすごいよ、すごいよなこれカメリアダイヤモンド CM だもんなそう、これは結構ね使われて良くなったんですよね、結構これね、うん、この CM に使う曲って結構ね、うん、なんていうの、結構ヒットしたりさ、ヒットするって、そうですね、あの結構知られたりするんだよね、うん、ヒットのラインに乗ってね、そうそうそう、出てくっていうのもね、そう、そう当時はね、当時はね懐かしいな、25年前なんだよね自愛欲中の前に出るかな、そうっすねイエス様でいつもね、うん、でまあこのね好きなとこはね、イントロなんですよ。まあイントロっすよね、やっぱね。これ非常にインパクトあってね。うん、もう俺イントロで好きになっちゃいましたね。ああ、その久しのね最初のギターですもんね。そう。てっ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 てそう、もうなんか緊迫感がなんかあるかな。そう。そう、切なさとね。そうなの、そう、切なさなの。切なさと緊迫感。そう。で、これ夏じゃないですか。夏ですね。イエスサマーデイズですか。そう。夏にこのイントロで始まる曲がっていうのは、ね、非常にいいですね。聞きまくってました当時俺は。あ、もうお気に入りですもんね。これお気に入り。確かにかっこいいもんね。そう。でね、A メロ B メロでね、うん、聞こえてくるジローのベースが結構ね、お、結構いいのよ。結構強調されてる感じですね。そう、うん。あとリフですよね、ギターのね。まあそうっすね。リフもやっぱかっこいいし。じゃーらーらーらー、これもね、そのイントロと同様。うん、あのかなり耳に残るんで、残りますね、これはたまんないですよね、うんうん、なんか結構バランスいいですね、なんか A メロのギターが、はい、久しがこう単音で、あ、はい、ミュートしながらこうバッキングして、タクローはずっとブリッジミュートって、まあ、ずん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 、あ、はい、まあこう、まあ、結構ありがちなパターンっちゃありがちなんですけど、うん、よく使うんですけど、うん、まあ、ツインギターならではっていう感じだし、あ、うん、使い方がいいと、使い方がいいです、なるほどね、でそれにジローのベースがうまいこと乗ってるっていうのが、はいはいはい、はい、うん、またこう味を出してますよね、うん、あとはね、サビに入る前、やがて変われた毎日にケース、どんどん上がっていくんですよ、音域が、そこ声高いっすよね、高いっすねこれこれね、多分サビよりサビぐらい出てますね、高さ、サビが出てるよね、出てますね、すごい高いじゃん、そうで、そのままサビ入るでしょ、サビ入るじゃないですか、サビもずっと高いからね、そう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 、喉ぶっ壊れんじゃねえかっていうぐらいに、完全ぶっ壊れますよでほらサビが始まると同時にさ、その例のイントロの音が入ってくるんじゃないですか、ああそうですね、うん、そこでまたね一緒にそのバックでそのイントロの音が聞こえてくるっていうのはね、うん、またこの曲のねこういいとこなんだよな、うん、やっぱその最初やっぱイントロなんですね、そのイントロ、イントロにすごい、うん、そうですね、印象が強い、印象が強いんですよ、うん、まあ、メロディアスだよなこの歌マジで、そうだね、うん、まあ、あとソロっすか、あ、ソロですね、うん、やっぱアコギですよねこのソロのさ、タクロが弾いてるね、言っちゃいましたよね、完全それですよ、まあ、メランコリックで哀愁漂うね、
そう、これにアコギはちょっと反則ですよ正直。そうっすね、アコギからのエレキのソロが日差しが引くっていうのはね、非常にシンプルなソロだけどかっこいいよな。かっこいいね、かっこいい、ちょっと低めから入ってね。そうっすね、まんべんなくなんかこう低音から高音までまあ使うイメージかな。そう、ギターソロも。でそのソロが終わるとさ、若干オーケストラが入ります、ね、まあそうですね、オーケストラ入りますね。急にオーケストラがちょっと不意をつかれる、そう、あれ不意つかれますよ、ですよね。そう、そう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 。でちょっと静まって、静まった時のドラムがさ、つくつつつつつくつつつって言うじゃないですか。はい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 、あれがいいですね。うん、あとはね、なんといっても詩ですよ。はい。大好きな部分がありましてね。歌詞が、はい。で、女性のに対してのね、あの。この詩も好きなんですよね、表現がね。うー、夏服の胸元きらめきよ、っていうのが一番好きなんですけど、はいはいはい、その夏が舞台でまあそうですね、タイトル通り、てかまあ夏の胸元を見ちゃう人がいるってことですよね、はいはいはい。いや、あれですか、もうエロ話ですかこれ。いやこれね、実はエロ話ではないんですよこれエロ話してんの。絶対にそう言われると思いましたけど、それをこう詩に出しちゃうっていうところが、あ、すっげえ拓郎いいなと思うね。拓郎書くからいいっていうのはあるけど、拓郎書くからいいんですよ。これマサさんが書いたら捕まんじゃないかな。白ブラウス好きじゃないですか、本当にマサさんはね。いやそれ言っちゃいかんの何の話これ、何の話だよ本当に。いやまあ全然いいんですけどね、まあ確かに大好きですよ。まあこういうなんか夏の表現はね、分かりやすいですよね。そう、この夏の表現とこの曲が、見事に、ね、確かにマッチしてますね。マッチしたなと、そうすね、個人的には思いますね、本当に。そういう意味でもこの曲はすごい好きになったんですよ。夏っぽいですよね。そう、男側からするとね、こうなんか憧れてる女性、まあそうですね、まあ、こうなんかいて、そこに色気を感じる様子を確かに受けるかなっていう、歌詞の流れ的にはそうです、ね、そう、それ見事に拓郎が表現してますね、してるなと思うんですよね。最後あのフォーリンラブで終わるじゃないですか。ファーリンラブ、はい、だから多分その恋してるってことじゃないですか。そうだよね、16回ですからね最後16回のフォーリンラブ祭り、数えてねえわ、数えましたよ、何回言ってるのかなと思って16回でしたね。これまた印象的ですよ、ね、印象的だね、ジェンジェンジェンで終わるんだよね、終わりますね。あ、なんかまあ全体通してやっぱバラエティ豊かな、そうだね、面白い歌かなと思いました。なんかね、その演奏のこととかもね、そうですね、非常にいい曲です、ね、すごいまとまってるな、まとまってますね、これ大好きですね。HT ラジオでは皆様からのご意見ご感想をどしどしお待ちしております。気軽にコメントいただけると嬉しいです。またツイッターもやっておりますので、よかったら、フォローよろしくお願いいたします。では今回は、はい、この辺りで、はい、失礼いたします、はい、また次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。